体内バスストップは、新潟県体内市、宮瀬の日本海東北自動車道上にかつてあった、バス停である。体内市中城地区中心部から北西、約2キロメートル、新潟県道314号、笹口浜中城線と日本海東北自動車道が、交差する付近に位置していた。下り線側で入り口付近2020年3月31日に、 廃止され、跡地には、体内スマートインターチェンジが、建設予定である。東停流所は2009年7月18日、中条インターチェンジ荒川体内インターチェンジ間の、開通と同時に開設され、2010年4月1日より、共用を開始した。停車していた路線は、新潟交通グループの高速バス路線のうち、県外線の山形新潟線一路線であった。 共用会シーズン、2路線とも、中条インターチェンジ以北は、国道7号などの一般道路を経由していたが、同日より、荒川体内インターチェンジ経由に経路を変更し、それに伴って、東定流所での客扱いを開始した。かつては、県内線の新潟、村上線も、東バス停に停車していたが、同線は、終支状況が悪く赤字路線となっており、 運行回数の調整等による収支の改善に、努めてきたが改善が図れず、継続運行は困難と判断し、2016年9月30日を、もって廃止された。体内スマートインターチェンジは、新潟県体内市において、事業中の日本海東北自動車道の、スマートインターチェンジである。名称は過小である。体内 BS の跡地付近に、 本線直結型で建設される。利用可能車種は ETC 搭載の全車種で24時間運用。新潟中央ジャンクション方面で入り口のみのハーフ IC となる予定である。山形線4-1停車バス停の変更について、新潟交通株式会社。2021年1月2日閲覧。高速バス、村上線、津川。 上川線の路線廃止について、新潟交通観光バス株式会社、2017年3月19日閲覧。高速道路会社への事業許可及び、スマートインターチェンジの準備段階調査の採択を行いました。国土交通省道路局、2020年5月17日閲覧。別天んスマートインターチェンジの新規事業化について、 国土交通省道路局。2020年5月17日閲覧。参考資料1、スマートインターチェンジ新規事業化箇所の整備効果。国土交通省道路局。2020年5月17日閲覧。体内スマート IC22 年度末に、共用開始日本海東北自動車道、新潟。毎日新聞。2020年5月17日閲覧。 ありがとうございます。